皆さん、どうも。ヌオーです。今回紹介する建築物は、桜台コートビレッジです。一級建築士試験に出題されることがあるので、ぜひチェックしていってください。それでは、どうぞ。神奈川県横浜市の桜台コートビレッジは、西向きの急斜面に対して10個の軸を45度に振り、頑固した平面によりバルコニーや開口部に変化を与え、プライバシーの確保を図っています。桜台コートビレッジは、斜面に観光場に立つ集合住宅です。西向きの急な斜面約24度に対して45度の角度で住戸ユニットが構成されています。これによりバルコニーや開口部のプライバシー性を高めることができています。また、外観にも変化をもたらしています。設計者である内井正造は、世田谷美術館などを設計した近代の日本の代表的な建築家の一人です。